風エブリー。おはようございます。ドラバルチステーションのジャンジャンです。8店舗さんでお名前言えないんですけど気合十分でございます。いや僕ずっとハイボールってカロリーゼロだと思ってたんですけど、いや真面目に栄養士さんに聞いたらあれ糖質ありますからねって言われて、まあ、このご時世ねあんま飲みに行けないですけど、1人14杯ぐらいでも飲んでると思うんですけど、爆飲みせずにお腹に優しいお酒生活いこうかなと。水をお酒と思って飲んだら多分カロリーゼロですね。当たり前体操。さあ間もなく抽選なんですけど、さっきちらっと抽選券の下の分母が見えたんですよ。500分の嘘でしょ。おはようございます、よろしくお願いします。せーの、はい。おっ、おはようございます、お願いします。あ、1番繰り上がりました。75番です。パチンコ溢れてるな。ちょっとせいや打ちたい。せいや4台もあるんですよね。いっちゃいましょうか。せいせいや、おはようございます。ソロパチステーションのジャンジャンです。抽選なんですけども500名様ほどいらっしゃったらしくて、その中で76番と両番を引き当てました。ただ76番でも無双いっぱいだし、海コーナーも結構バチャバチャしてて、メインも今日は違うなと思ったんで、ずっと打ちたかった久々のせいや。1個怖いのが前日2万7000発叩き出していることと、 50% の時短をずっと取り続けたら何もできないこと、これだけが怖いんですけど、初めて来るところの力をいただいて、皆さんとね朝並んでる時もいつも見てますっていうようなあの応援のエールをいただいたので、それを糧に今日頑張りたいと思います。そしてミッションもちゃんとございまして、あともうちょっとなんですけど8000発ほどで今月のミッション達成になります。ミッション内容がこちら。どうもジャンジャンです。今回も新ミッションが始動しました。ルールがこちら。実践日で数えて1ヶ月のプラスを38,888玉を超えること、期間は10ヶ月。そしてクリアできればご褒美、クリアできず獲得枚数が一番低い人には罰ゲーム。勝てぶり、まあ、中盤で達成しとくと気楽に楽しく打てるので、今日達成してあとのんびりと自分の好きな台で立ち回ってプラス目指したいなと思います。というわけで東北地方とまるせいやで、風エブリー。風エブリー行きましょう。久しぶりすぎてちょっとワクワクしてます。セイントセイヤビヨンドザリミットイオンマンバステル台です。1枚目。画角上あの街頭ホールの部分が多分切れてると思うので、僕は口で説明します。左側の台が今稼働停止中なんですけどね、左に置いた方がお客さん邪魔にならないんで、こういう風に撮ってるんですけど見えなくて申し訳ないです。廊下で打ったの僕の入って間もない頃に、なんかリアクション同じことをしたら額に肉って書かれてくやつで打った以来です。その時あまりいい声やお店出てなくて心残りだったんですよ。やっとリベンジできる。でこのスペックがかなり強力で、まあ、319で SP 機になります。で 50% で突入になるんですが、まあ、突入した後 77% 継続で16ラウンド確変が 50%、 10ラウンド確変が 50% なんですが、10ラウンドがもうそもそも1500です。半分が2400。そしてこの限界リミットアタッカーって言って入ったらプラス3個ずつ増えてくんで、プラスアルファ分がついてくるって破格の台です。 ST 中が面白くて面白くて、そこでもサオリのボイスが大事で、まあ、通常時もサオリさん大事なんですけど、もう言っちゃえば CR サオリって言ってもおかしくないぐらいサオリさん大事です。で通常時の注目演出になってるのがポセイドンのセイヤ柄、ペガフラと、あとリーチ中のサオリカットインで、保留だとまあ赤以上ですね。でメインリーチが大きく分けて3つですね。激闘編、決戦編、サオリ編で、聖夜たち一人一人が短期で戦うやつがまあ一番弱いって、あとは沙織さんのストーリー率にこの上の上位だったらあって、あと激闘に行ってくれたら佐賀か修羅なんですけど、まあ、そっちだったらまあ行った時点でもチャンスです、まあ、リーチがいっぱいあって、まあ、どれがいいんだっけって分からなくなる方はとりあえず一気が戦えばチャンスで、あとは全員で戦えばチャンス、そして沙織さんが出てくればチャンス、この3つだけ覚えてください。このメーターは何なんですかってことなんですけど、これメーター溜まれば溜まるほどあの演出を助けてくる。最大で7本かな。演出で聖夜が出てきたら聖夜1個溜まるみたいな形でどんどん溜まっててくれるんですけど、7本溜まったキャラが選択されたらその演出は必ず成功します。聖夜に関してなんですけど、
信頼度が全部解析できないっていうのがまず一つあって、あのこれ何パーこれ何パーっていうのはあんまり言いづらい台ではあるんですけど、それ以上にこの台は打ってる皆さんの体感の信頼度が多分合ってると思うので、僕も今日に関してはあの体感のお話がメインになります。僕がずれてる時もあると思うので、こっちの方が熱いと思うとか、そういう意見も意見交流したいので、ぜひあのコメント欄で意見交流してください。中のパチンコ9割も満席です。あまり自粛れて嬉しいっすね。僕入った時の自分の目標が、その時のスロットの状況と逆にすることが僕の目標だったんで、自分がこうやって遊びに来させていただいた場所で見れるっていうのはなんか感慨深いですね。燃えて燃えて、お、マジか。ブロンズ戦闘4人が通路。これ意外と当たります。ちゃんあの救済演出みたいです。4人集めてボーナスまで駆け上がって、これせいや頑張り出てこい。体感20分ある。あ、体感20分あるんですよこれ。あの天高く駆け上がるのやつは、まあ、いろんなところからこういう演出成功でも行くんですけど、突発的に来る場合もあって、あれ入ってくれたら体感 20% ですね。懐かしんでたら2枚目いきます。いや、そう、せいやはね、スロットのせいやもそうだと思いますけど、パチンコのせいやも少し若さぶんですよ。バックがでかいから入れれるけどね。いいよ、激アツ取れ激アツ取れ。あ、取った、あ、つい6割以上で、もしこれ次ビッグバンを取れたら大当たりっす。めったに取らない激アツ、お願いします。激アツ取れ、取らない。いや、十分十分取れそう。あ、なんか作戦取ってない。いや、十分十分十分、マジ教育。はい、問答無用。オーケー、赤でしょ。せいやが残ないかな。せいやがら、せいやがら7いったね。あ、キンきた。いや、めっちゃ興奮してます。あー、メガホン6割ある。いや、欲しいものは全部来てる。アイオリア、とどめを刺してやろう。でも114しかないのか。多分次のチャンスアップは入るかな。気合入れ直さないの。あ、でも刺してくれる。237シリューまだ使わなくていい。シリューが一番最後は残っててほしい。セカフラ出てるので、もう後半発展濃厚なので2とか使って、2とか。あ、そうそうそう、そういうの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 。あ、でも覚醒しちゃったね。トータルリーチ自体は 22% です。最後の沙織さん待ち。さあ、チャンスアップ、反撃。セリフは、いや、セリフ、おい。あ、V だから当たりだよ、これ。初めて見たよ、VV。もう決まりです。見ました、今。沙織さーん。あ、出ないんだ。やったー。せいや、ナイス。無事大当たり。早かったの、184回転。理想は最後のサボりカットインの時に今メーター6ぐらいまで行っててほしいですね。で、小学演出で旗の背景の色、これ青、赤、せいやが上がります。これ一番下、そこで上がることはほぼないです。問題はラウンド中ですね。投資1万1500円です。チャンスアップはアイオリアが途中で来てくれることです。ここですよ、ここ、マジでここ。アイオリアカットインは、せ
これチャンスアップ、チャンスアップ、アイオリア。偶数でも頼むぞ、スイス超低い。いや最高の朝一。こっから77番ゲート最強の S に入ります。僕はこっちのポセイドン編ではない方です。黄金中二級編。よし、心を落ち着けて。では109分の1を、160回で引くお仕事いってきます。プラス取ってくれたらこのプラス350取ってくれる。これホゼロで赤とかこれ金なんですけど、平気でこれ外しますんで、ホゼロマジで要注意で、これ何が熱いのってます。赤放流と、まあ、緑放流もチャンスなんですけど、まず赤放流、保留入賞の沙織さんのボイスマッチです。もうこの2個、さっき読みは4回続いたらリーチですね。トップ緑、そうそう緑はいいよ、緑はチャンス、ポヨンとかの声ではチャンス。緑止まりか、ボタンでかいとかあんだよね。これいかなる時も聖夜柄は大当たり同行です。さあここから中盤戦、ここからバトルパートになります。ここに春氷がシリアいるんですけど、ここで誰か応援スタンバイしてくれてくれたらもうバトル濃厚です。でチャンスアップは、まあ、キャラもあるんですけど、原作と同じ組み合わせの援護、例えばアフロディーテだったら春が援護してくれたらチャンスアップ。これは原作知ってる人の方が含まれると思います。はいはいはい、何もなくてもとりあえずバトル行ったってね、そこそこにチャンスなんで、まずバトルしないと話にならないんですよ。大丈夫、よいよいよいよ、反転。いや、カミュー、ヒョウが来い、ヒョウが、ヒョウが来れば、はい、よけろ。ヒョウが、そう、そう、そう、あー、これびっくり、流星拳、流星拳。あー、カミューは強いんだよね。復活ないですか、復活ないですか、復活しない。神はね、一番強いのは 27% しかないんだよね。やべえよこれ。いや、その点滅マジ頼む、何か起きろ。お、緑緑緑、待って待って、赤、赤保留、赤保留じゃない、これ誰だ、誰だこれ、神か。とりあえずいいや、仲間が来た、赤バーサスチャンスアップですね。これで氷河も来たら OK、 いるだけいい、そうそう、氷河来ればいいの。あー、氷河蹴った、どうかな、氷河シリューは負けられない、そうだよ、赤バーだったからね。ここが、やったー、158回転で、ここで昇格で聖夜柄だったらもう16濃厚、あ、聖夜柄、これこれこれ16濃厚です。でー、2400プラスアルファです。怖かったー、ビッグバンボーです。これがでかいんですよ。ありがとうございます。青スタート、緑になんないかな、次も青でも欲しいですね。赤だ、 OK、 ちょっと分かる、このパターンもあります。7、でかい、十字回転、あの、小ゼロじゃない赤は期待できます。ビッグバンボーナー。ビッグバンボーナー。
これでこのまま今日順調に引いて全部プラスになったとしたら、今ミッション的にはあと4000発切ったかな。まだか、まだ6000発くらいか。今日でミッション達成ありますね。撃ってる台が撃ってる台だし。おー、熱い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 、真ん中7だった今。レインボー、背景レインボーだね。昨日背景レインボーですよね。これもらったね。びっくりしそう。で、このままだったら10だから、これを16に上がっていただいて。おーし、上がったってやから。あの、上がる上がる。いや、今日いい50パーを取れてます。109回転。同色で先やることあると思うんですけど、青同色、その次先が赤同色で、最強パターンが真ん中7の赤バサミで、赤図柄なので 1-7-5 とか、真ん中が7図柄で両端が赤図柄、それが一番最強パターンです。あ、緑いいよ、赤、赤、わー、惜しい。あ、青で直で入った。直で青で入るのはカオルちゃんって。おー、そう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 、緑、赤、緑止まりなのかからの、いやー、焦った。緑たまりが焦んだよね。そこそこ死んじゃうと持ってるんですけどね。いや、さっきはこっから立ち止まりましたからね。そうそうそう、思うんだ。まだ早いね、まだ早いよ。8904個。あー、あともう一発くらい行きたかったっすね。いや、面白かったっすけど、7800ぐらいかな。お伝わはプラスです。前回どれぐらい負けたのかなと思ったら、動画で見たらだいぶ手に嫌がらせされてたんですけど、当初が1万6000発の回収8594発だったんで、結構負けてますね。今日はプラスで終わるぞ。今の ST、嬉しいことに全部16だったんでね、出玉は結構取れたので、それを元手に、また早めに ST 取って、2万発玉出したいですね。どうせだったら、初めての地で、目標の5万発も楽しみながら更新したいです。ではここでですね、コメント返ししたいと思います。物語シリーズ打っただけの回ですね。トロアヤックモさんかな、ありがとうございます。じゃんじゃん、エイリアンの声こんな感じなんだ。ガハラさんの声なんじゃないのかな。そうみたいなんですよ、僕はエイリアンの声だと思ったら、ガハラさんの声でした。失礼しました。僕コメント見て、あ、そうなんだって思います。ありがとうございます。続きまして、中山拓也さんからいただきました。レイブ、この世界こそが知りたみたいです。この方、毎回このコメントいただけるんですよ。ちょっとこの、ぜひ打ちますので、見てください。この毎回でリクエストありがとうございます。続きまして、MA さんからいただきました。ありがとうございます。最近毎回見てます。最新動画も見るようにしてます。少し前まで、スロットしか興味なかったです。ジャンジャンさんのおかげでパチンコする時間も増えました。でも当たらないよ。ジャンさんはなんでそんなに当たるの？罰ゲームっすね。羨ましい。いや、実は、パチンコで全く当たらないっていう回もあって、動画にできないような回もやっぱパチンコだからあるんですよ。そういう回もね、動画にできればいいんですけど、実際結構負けてます。はい。いや、たくさんね、コメントいただきましてありがとうございます。その物語シリーズのお回で、その僕がお子さんとお写真撮ったっていう話だと思うんですけど、いろいろな声があったと思うんですけど、パチンコ屋さんの中じゃないですし、避難することもないんじゃないかなって僕は思います。僕は単純に嬉しかったし、一緒に楽しく見てますよって言っていただけたら単純に嬉しかったんで、ただその方はしてなかったんですけど、それでお子さんを車内放置みたいになっちゃってたら良くないんですけど、その方はしてなかったので、この回で僕も車内放置とかね、良くないですよねって話をしておけばよかったんですけど、言い方僕も気をつけます、すいませんでした。というわけで後半もまだまだ頑張りますので、引き続きお楽しみください。せいやね、何も起きない時マジで何も起きないんで、何も起きないゾーンを脱出しないと。おこ
え、赤？クールに決める。あ、でもこれ技術って欲しいな。それか合ってんの仲間か。この場合はここで獲得ポイントが槍の扱いになります。矢の扱いですね。ナスアップ OK OK OK。 どうかな、何本使うかですね。7からの、よし、どうすかね。悪くないけどね、赤かからんさんで。ここら辺まで行くんですよ。せいやだけ、まあ、そろそろ出てこい。せいやせいや、マジこれ、よっしゃー、当たった。流れが良かった。いや、大会20分あるんですよ、ね、で、偶数より奇数の方が当たり、あの ST の確率高いので、これも ST 期待っすね。406回転てか3度ぐらいになってて結構チャンス。カットイン、あ、来ない。いや、でもいける、いけると思う。頼む、よーし、うめえ。今日4000個以上ある時点でさらにまたあの ST ですよ。これは出玉のファンタジーでしょう。詳しく聞かないでください。せいや頼むぞ。ピークの10連と CL の10連わけが違うんですからね。前半でバシバシ当てていきましょう。とりあえず止まる。バーサス、せーの、ない。いや、緑緑緑、もう一回。よし、テンパりますね。勢力来い、OK。ちょっとだけいい、ちょっとだけいい。緑か、これ赤だったらよかったな。もう旬でもいい。おー、旬も来た。だ、来てもオスで評価なんだよね。大丈夫か、せいや。2人来たらほぼ負けないけど。2人がかりで倒しちまえ。いやー、マジかよ。氷が復活、復活、復活。うわー、痛え。今のは痛いっすよ。本当に勘弁して。違うよこれ。70だろか。抜けた後3万発持ってるはずだったのに。はい、それでは出玉賞がいきたいと思います。玉がいっぱい無双コーナー、そしてシーサーいっぱいおきうみコーナーでございます。ちょっと中見てこうかな。ちょっと無双コーナー混雑してるから海なんですけど、海です。すごいです、玉すごい状況良さそうで、これ1日粘れますね、この状況。海とってもいい感じですっていうお客さんが、写真撮った方の中にもいっぱいいらっしゃって、抽選買って海打てた方は本当に今日プラスだと思います。はい、そして原産コーナーも盛り上がってて、ここで育てるお客さんからも原すごいいいですって言ってました。現金投資もしないでポンポンつなげるみたいですね。はい、そしてこちら無双コーナー、箱すげー。ちょっと入れ替わったのかもしれないですけど、てかまだ時間もまだお昼過ぎぐらいなんですけど、それでもこの状況です。中央通路に行くにつれて出玉持ってる人が多い印象です。いいな、別箱。全体的な状況とってもいいですね。はい、という状況です。お店全体的なベースがとっても高いなと思いました。大移動難しい感じですね。空いたらすぐ取ってみたいな感じなので。今日一日座った方全員が楽しめたようなお店なんじゃないかなと思います。そしてスロットコーナーは一応結び取材入っているので、まあ、その状況も多分どこかで見れるのかなと思うんですけど、まあ、メイン機種とかも結構結ばれたみたいなので、こちら情報出たら確認してみてください。それでは後半もセイントセイヤー。
カズエブリー。まあ、今日 50% いい 50% を取る引きは持ってるんで、まあ、続行します。悔しすぎる。あ、赤いいよ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 。青掘り、いいよ、どんどんどん溜まってて。1-3-2出た。抱いた強行への反逆は、それだ、チャンスアップ、よし。あ、緑ホール、圧倒的にここが足りなすぎる。旬選ばれたらワンチャンかな。でも超えたとしても1取りなんですよね。セブンセンスチャンス、7冠を確定させ、セブンセンスに狙う。運が良ければペガフェルも来る。ペガサスフラッシュのタイミング、今ボタンを押して覚醒と同時にペガサスフラッシュも入ることがあります。ホールド。さあ、あんたのコスモで個室を割ってみな。2-0-0-0。あ、赤で来る7。あ、まあまあ赤の手が悪くない。今金扉でいいのかな。今金か、ゲジさんかな。はい、ゲジさん行きましたね。オーケー、プロローグ7使って315。保留が赤とかに飛んでくれたら嬉しい。アイダック、オーケー。セリフ、セリフなし。緑ですね。オーケー。もう一個。あ、うくうく。455。まだまだ修行が足りぬようだな。今日。これは行くでしょう。ここで覚醒と同時にペガサスフラッシュが欲しいですね。頼む。よし。よしよし。理想。これは理想6割。5なのでこれチャンスアップで満タンにするか、金保留か赤保留に変わってくれたら。あるもうここまではチャンスアップないので、もう見守るしかないです。 OK、 あった、まず1個。セリフ赤、 OK、 2個。あ、でも変えないですね。沙織さん、ペガフラでいけるか。おいったよ、ペガフラでいったよ。311回転、モツナバ3012個。さすが。いや、ペガフラに救われましたね。しかもまた奇数だから ST 行きたい。頼む、持ち玉でこんな当てられるの珍しいから。いや、これ今日の分かり道かもしれないです。チャンスアップ来い、もう安心させてくれ。せいや頑張って。あー、カットには来ないですね。頼む、落ちてきて。ボーイズのいい 50%。いや、どうしたんだろう、全部いい 50%。 これあと伸ばすだけだな。いや、今度こそスルーで終わらせる恥ずかしいことをしないようにします。聖夜の ST はまず一発何でもいいから、あの単発を回避したら伸びます。スタッフがなんとエネルギー買ってきてくれたんで、オーブン取らせたら連チャンするって。いただきます。注入。これこれこれ、総理ボイス、これ熱いやつ、これ熱いやつ、これ熱いやつ。はい、どれだ、これかな、次かな。え、でもこれっぽくない、これだね、これだね。今の総理ボイスマジ熱いんです。せーの、これっすよ、これ。
これ伸びるぞ。青ですね、赤じゃない。よいしょ、爆連の予感。今の入賞時のサボリさんのボイスがめちゃめちゃ熱いんです。やっと喋ってくれたよサボリさん、ありがとうございます。やっぱ僕には食べ物を与えたら出るんですね。そういえば投資は全まくりしてるんで、もうこの ST は当たった分だけ全部プラスです、ね、沙織さんの分たまに外れちゃうから怖いんですけど、体感死んでると9割あります。青青青青赤赤、これ青森なんかどうだろう。せーの、あーダメか、頑張るよ。おーいた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 、サソリさん誰だっけ、ミロか、あミロだ、ミロシリュウだっけな。タイトルは緑、あーでも2人来た、大丈夫か、全員、あーみんな来た、 OK、 これは大丈夫です。ビッグバン、もうこれはねボンドオブヨー、さよなら。ミロもね単体だったら結構手強いんですけど、仲間が来れば OK。 背景赤は上がりやすいよ、せーの、変わる、さあ何をならないか、まあまあまあ、まあ、これで10ラウンド、いいんです、いいんです、いいんです、当たればいい。あミロ評価だ、じゃあもともと良かったです、失礼しました。おい5先発、さあ持ち玉が7500突破しました。はいよ、はい、緑でもいい、緑で十分なの、 OK OK OK、 赤いけ、赤止め、緑どうすかね、ちっちゃいって、どうだろう、あーもうこういう時でかいな俺の。ボタンの周りはあの特大のボタンがね熱いんで、ちっちゃいとちょっとねガセ多いんですよね。お、来た来た、2位よかった、2個目の掘るよ、いつ、はい、あもう真ん中ならだ、もう大丈夫だよね、ちっちゃいけど、せーの、はい、もうここで当たり出すとね、マジ太いレンチャーしてくれますからね、せいやからね。青どうすかね、変われよ、10ラウンド、まあ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 のんびり上がっていこう。でこれストーリー紹介してくれるじゃないですか、で戦ったキャラ分かるじゃないですか、だからこれを見ながらやってると自動的にチャンスアップまで分かるんですよ。なんて良心的なラウンド、よし、さあボス玉が9000発を超えてきた、万発まであともう少し、だからここで1万2000発ぐらいもうそれもミッションクリアですね。いや16いきたいな、もう一丁、お緑、だからなんででかくないけ、でかくないけど、せいせいや、復活なかったっけ、ここボタン失敗したらダメか、オーケー、赤、うわー気持ち、7、オッケー、1万1000発ぐらいになりましたね、あっち、いやでかい、ここで欲しい時に来てくれた16ラウンド、ありがとうございます。はい、やらせよ、頑張ります、これ今日最高出たのかな、これで朝より超えたと思います、これでミッションクリア届いたかな、3000発使ってないので届いてますね、ミッションクリア、よっしゃ7月もクリアだぜ。1回目打った時のせいはマイナス8000発ぐらいだから、その分の負けも回収してる、いいこと尽くし今日、いやせいやでよかった、
なんかね、せいやバラで1台とかはね、よく見かけますけど、その4台稼働してるのはなかなかないですからね。それに惹かれて打ってみてよかったっす。1日分のビタミン、カロリーゼロバージョンいきます。何の番組なんだろう。なかなかね、発展してくれる感じではないですからね。逆を言えば、発展しちゃえばワンチャンあるのがせいやのいいとこなんで、1回のリーチと重みが分かんないと違うんですよね。おりさん、バカンスから帰ってきて、一言アナウンスいただくだけで当たるんで、お願いします。あのリモート中でいいんで、あの一言ください。おかえり、沙織さん、おかえり。多分赤堀になりますね。あ、緑か。大丈夫です。もうビッグバンよ、ビッグバン。シュラ、いや、多分大丈夫だと思うんですけど、チリュウが採用。チリュウだったら、あ、でも大丈夫ですよね。ビッグバン、全部ビッグバン、大当たり。沙織さん、やっと帰ってきたよ。10かな、飛び越えて16いけるかな。青ですね。頼む、7、割れるか。うん、はい、142回転、一撃万発できました。万発です。青、もう一回が通しですね。ミロバーサスの文字、デフォルト。青ではいかないよね。最後のビタミン。これこんなに取って大丈夫なのかな。1日の摂取量を守ってお飲みください。1日あたり1袋を目安に、2袋食ってんだけど、気持ちは飲んだことにしよう。よし、行くぞ。大丈夫、今日何回もギリギリで戻したんで大丈夫。そろそろあのリモート中の沙織さんからメッセージ届くと思うんで、待ってます。リモートだからちょっと出勤時間間違ってるかもしれないですけど、さすがに間に合うと思う。沙織さん、それとボイスメッセージないんですけど。沙織さん遅刻。6人11352個、沙織さんが仕事をサボりました。はい、ちょうど持ち玉13100個、もう十分ですね。投資が3000発もいってないので、1万発丸々プラスみたいな感じです。せいや、前回動画で打った時の終止分もまくって、そして7月のミッションも達成し、もう言うことないです。まだね、打てる機会あると思うので、ここぞという時の一撃性はピカイチなので、ぜひ会社の一撃狙ってみてください。ありがとうございました。そして初の県でね、こうやって動画もいい結果残せて、遊びに来てよかったです。また来たいと思います。ありがとうございました。風エブリー、お疲れ様でした。せいや大勝利。投資が約3000発、回収13100発なので、11100個プラスということで、7月のミッション残り8000個ぐらいだったのも達成、そして投資もプラス、そして過去の自分にも加圧。はい、こんな3本の手でございました。僕もちょっと初めて来させていただく系って、すごいちょっと緊張するんですけど、すごい温かく迎えていただきまして、とても幸せな空間でした。せいや、どうしてもね、ちょっと動画残したいなってずっと思ってて、それが今日で本当に良かったなと思います。 ST がね、取れないとなかなか厳しい台なので、時短50しかないので、悪い方に偏ったらどうしようかなってちょっと打つ前思ってたんですけど、全部いい 50% の方に偏ってくれて、そして出玉もついてきてくれて、せいやのいいところ、あと比率ポイントをちょっとお伝えできたんじゃないかなと思います。4月これからはのんびりいきます。ありがとうございました。
絶対倒す。もらいます。朝一からあのごちそうさまです。じゃあまあいや、やばないですか今日。今までのガンツの怪我でをここで生産してる。はい、最後まで見てくれてありがとうございます。この動画が面白いと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。固いぶりー。